平野生ユタ神宮寺勇太が「M ステ」に登場 n o ーアンダーライン愛の初披露曲 INZM の見どころ「M ステ」2時間スペシャルで輝いた n o ーアンダーライン愛今夜の「ミュージックステーションは音楽ファンにとって待望の瞬間が訪れました特に注目を集めたのは新鋭ユニット n o ーアンダーライン愛のテレビ初パフォーマンスです彼らの新曲 INZM が初めて披露され、多くの視聴者の心をつかむこととなりました。ナンバーアンダーライン愛は、平野翔、岩優太、そして神宮寺優太という、各々が個々のキャリアで培った経験と才能を集結させたユニットです。彼らが一堂に会するというだけでも話題性は十分ですが、その期待を裏切らない圧巻のパフォーマンスを見せてくれました。今回披露された INZM は、 神宮寺雄太がプロデュースした楽曲であり、その独自の世界観が表現されています。神宮寺は、この曲はライブ感が強く、特にサビの振り付けに注目してほしいと語っていましたが、その言葉通り、視覚的にも聴覚的にも刺激的な体験が提供されました。ステージ全体が一つの物語のように展開し、観客を引き込む力は圧倒的でした。音楽とスポーツが交錯する瞬間、 それは時に私たちの心を揺さぶり、永遠に刻まれる思い出を生み出します。今夜の「ミュージックステーション2時間スペシャル」は、その象徴ともいえる放送となり、視聴者に感動と興奮を届けました。特に、パリ五輪を特集した「パリ五輪の名場面と振り返る」。胸熱応援ソングランキングは、多くの人々の記憶に残る瞬間をプレイバックし、再びその熱狂を呼び起こしました。 平野翔は舞台上でのカリスマ性とダンスパフォーマンスが際立ちました。彼の一つ一つの動きは楽曲の持つエネルギーとシンクロしており、まさに視覚的に音楽を体感させるものでした。また、岸優太のボーカルは楽曲の感情を深く伝えるものであり、その表現力は視聴者に強く響きました。彼の歌声は聴く者の,の心に訴えかけ、楽曲のメッセージをより一層強調する役割を果たしていました。 この楽曲、INZM の特徴の一つは、その振り付けです。神宮寺が、ガツガツしているところを楽しみにしていてください、と述べたように、激しいリズムと緻密な振り付けが融合し、ステージ全体がまるで一つの生き物のように動いていました。これにより、視覚と聴覚が完全にシンクロし、視聴者にとって忘れられないパフォーマンスとなったのです。さらに、このパフォーマンスは、 ただのエンターテインメントに止まらず、彼らのこれからの方向性や音楽に対する姿勢を示すものでもありました。ナンバーアンダーライン愛は、個々のキャリアで培った経験と個性を活かしつつ、ユニットとして新たな地平を切り開いています。そのチャレンジ精神とクリエイティブなアプローチは、彼らがこれからの音楽シーンにどのような影響を与えるのか、ますます期待が高まる要因となっています。視聴者にとっても、 このパフォーマンスは新たな驚きと発見の連続でした。これまでの彼らのイメージを超え、ナンバーアンダーライン愛としての新たな一面が垣間見えたことで、多くのファンはこれからの彼らの活動にさらなる期待を寄せることでしょう。彼らの音楽とパフォーマンスが、今後どのように進化し、どんな未来を描いていくのか、その一端を垣間見せた今回の「ミュージックステーション」は、まさに音楽の可能性を広げる瞬間であったと言えるでしょう。 ナンバーアンダーライン愛の今後の展開がどのような形で進むのか、彼らの次なるステージが待ち遠しくなるばかりです。この夜のパフォーマンスは、彼らが今後さらなる高みを目指して進んでいくことを確信させるものであり、ファンとしても目が離せない瞬間となりました。この特集は、単に過去の名シーンを振り返るだけでなく、現在と未来を見据えた内容でした。柔道の阿部一二三選手や角田夏実選手。 体操男子団体メンバーの橋本大輝選手、岡のすけ選手、さらにはスケートボードの吉沢恋選手など、さまざまな分野で活躍するメダリストたちへのインタビューが放送され、それぞれがどのようにオリンピックを経験し、その経験が彼らの人生やキャリアにどのような影響を与えたのかが語られました。特に印象的だったのは、サンボマスターの「できっこないをやらなくちゃ」という曲が、角田選手の精神的な支えとなったというエピソードです。 この曲は困難に立ち向かい、自分を信じる力を与えるメッセージが込められており、多くの視聴者にとっても共感を呼ぶものでした。また、スキマスイッチの全力少年がパリ五輪の壮行会で演奏されたことも紹介され、応援ソングとしての役割が強調されました。しかし、この特集は単なる過去の振り返りにとどまりませんでした。今後のオリンピックやスポーツイベントに向けて、 私たちがどのように音楽を通じて選手たちを応援し、彼らの活躍を支えることができるのか、という新たな視点が提示されました。音楽は単なるエンターテインメントではなく、時に人々の心を一つにし、共感と連帯を生む強力なツールであることが再認識されました。また、この放送では、現在の音楽シーンを彩るアーティストたちが新曲を披露し、未来に向けたメッセージを届けました。特に 神宮寺雄太がプロデュースするナンンバーーアダインアイの新曲 INZM は初めてテレビで披露され多くの注目を集めました。神宮寺はこの曲についてライブ感のあるパフォーマンスが特徴でありサビの振り付けが注目ポイントと述べそのエネルギッシュなパフォーマンスが視聴者の心をつかみました。さらにラが13年ぶりにゴー,ゴーサマ様を披露し 懐かしさと新しさを融合させたパフォーマンスを見せました。この曲は、かつての夏を彩ったヒット曲であり、多くのファンにとっては青春の象徴でもあります。空の新曲、I Do I Do Japanese v e r s i o n も披露され、そのナチュラルで成熟したパフォーマンスが、ファンだけでなく新しい世代にも強い印象を残しました。ミセス・グリーン・アップルやアイミョンリーズといったアーティストたちも、それぞれの新曲を披露し、 現在の音楽シーンの多様性と進化を示しました。特に、ミセスグリーンアップルのファミリーは、ホンダの新型、フリードの CM ソングとしても話題となり、その温かく家族をテーマにした歌詞が、多くの視聴者の共感を呼びました。ミュージックステーションは、単なる音楽番組にとどまらず、音楽を通じて社会や文化、そして個人の感情に深く結びつくプラットフォームとして機能しています。特に、 このような特別番組では、音楽がどのようにして私たちの日常や特別な瞬間に彩りを加えるのかが強調されます。この放送を通じて感じられるのは、音楽が持つ普遍的な力です。音楽は、言葉や文化を超えて人々を結びつけ、共感を生む手段です。オリンピックのような世界的なイベントでは、特にその力が顕著に現れます。選手たちが自らの限界に挑み、 最高のパフォーマンスを見せる中で音楽はその瞬間をさらに特別なものに変えるのです。今回の放送では、過去と現在、そして未来が交錯し、音楽とスポーツがどのようにして私たちの人生に影響を与えるのかが描かれました。私たちは音楽を通じて感動し、勇気づけられ、時には涙を流します。そして、その瞬間は私たちの記憶に深く刻まれ、 未来へのの糧となるのですこの放送を見終わった後、視聴者の多くは、改めて音楽の持つ力を実感したことでしょう。音楽は、単なる娯楽ではなく、人々の心を動かし、人生に意味を与えるものです。特に、困難な時期や大きな挑戦に直面している時、音楽は私たちを支える強力な存在となります。では、私たちは今後どのようにして音楽を通じて、 自分自身や他者を支え、より良い未来を築いていくことができるのでしょうか。オリンピックのような大舞台での音楽の役割を考えるとともに、私たちの日常においても、音楽がどのようにして人生を豊かにするのかを考えてみることが重要です。また、この放送を通じて、視聴者は新たな音楽との出会いを果たしたことでしょう。新しいアーティストや曲に触れることで、 音楽の幅広さや多様性を再認識する機会となりました。特に、現在の音楽シーンは、過去の影響を受けながらも、常に進化し続けています。その進化の中で、私たちがどのように音楽と向き合い、楽しむのかが問われています。最後に、音楽とスポーツが交わる瞬間の力強さを忘れないでください。それは、私たちの心に永遠に残る瞬間であり、 未来へのの希望やインンスピレーションを与えてくれるものです音楽は私たちの日常に溶け込み時にその日常を特別なものに変えてくれます。これからも音楽と共に歩みその力を感じ続けていきましょう。